こんにちは、くーです。こんにちは、ことねです。あなたね、はい、今日のテーマは友達がいない、ね、はい、ことりん、友達いますか？友達ね、いるけど少ないかな。ね、うん、僕もいないって言っちゃったらね、その友達から俺友達じゃなかったのかよって言われそうで、いるけど少ないし、普段ほとんど会わないね、それで、じゃあ学校の時は？学校の時は、やっぱり、ね、少なかったね、僕も小学校、中学校少なかったし、高校の時は友達いなかったような気がしたよね。まあ鬱になっちゃったからっていうのもあるけど、そっからなかなか友達増えなかった気がして、それで、友達がいないと寂しいかもしれないけど、ね、友達いなくてもいいんじゃないかっていう話でね、まあ完全にゼロじゃなくても少なくてもいいし、いない時があってもいいんじゃないかっていうね。で、今いなくても一生いないとは限らないしね。あのね、よくあるんだよね、こう友達がいたけどなんか自分が変わってきちゃったらもう会わなくなっちゃって、なんか遊んでも面白くなくなっちゃって、で遊ぶ友達がいなくなっちゃって、で半年とか1年とか2年友達いなくて、また新しい友達ができてくるみたいなね、そういうことがあるから、まあそうだね、小学生、中学生、高校生で友達いないとかだったら、まあちょっと1年2年長いよね、子供の時って。長いよね、子供の時って1年がね、それ長く感じるかもしれないけど、まあ、そういう時があってもいいんじゃないかっていうね、で、ちょうど昨日 Zoom で話してた時にある人が、自分が言いたいことを言って、やりたいことをやってると人が離れてっちゃって、友達がいなくなっちゃうんですっていう話があったわけ、で僕が何て答えたかっていうと、いやそれはそれでいいんですよって。どういうことかっていうと、そういう本当の自分を見せたら離れていくような人はもともと自分に合わなかった人たちだよね、ね、だから自分に合わない人たちがもう常に周りにいて、その人たちに囲まれてるっていうのは、決していい状態じゃないから、そういう人たちはさっさと離れてもらった方がいいと、ね、どう？そうね、私は友達がいないと寂しすぎる人、寂しいから、でも、なんていうかな、まあ、結構なんか最近はそうでもないけど、本当に心の内まで何でも話せるようなさ、友達と呼べる、一緒にいて楽しい友達はいても、なんか本当に心の内まで話せる友達とかは少なかったなと思う。少なかった、いなかった、10代の頃とか20代も、20代の途中まではいなかったかな。それはまあ自分が話せなかったっていうのもあるんだけど、だから自分が言いたいことを言ってやりたいことをやって人が離れていくよりも、自分を抑えてみんなに合わせて振る舞ってて、それで人に囲まれてる方が問題っていうかいい状態じゃないよね、ね、自分も自分を偽ってるわけだし、それでね、人間関係が周りに5人10人いたからって何にもなんない気がするよね、まあ、自分を否定してるようなもんだしね、それで疎外感って話もしちゃおうかな、僕も中学とかそういう時にも、なんかこう疎外感を感じるっていうか、どこにも自分が属さないような感じがしたわけ、ね、なんか不良グループにも
対合わないし、うん、なんか体育会系のねやんちゃなグループにも入んないし、うん、勉強昔ガリ勉って言葉があったけど、うん、なんか勉強頑張っててこう真面目な人たちにも合わないしみたいな、うん、なんかどこにも自分は合わないよねってなんか居場所がないような気がしたんだけど、うん、やっぱり後で分かったのは、うん、まあ、そういうことを感じる人は自分の世界を持ってるから、うん、やっぱりそういう世界を自分で表現していろんなものをクリエイトして世界を作ったらいいんだよね、うんうん、だからこう自分を隠して周りに合わせてなんか対して、本当に面白いわけじゃない友達に囲まれてるよりも、うん、自分はこうだっていうのをこうどんどん出してったら、うん、もしその時周りにいる人たちが離れても、うん、逆にそのうちね、うん、あこの人いいとかそういう人が集まってきて、うん、ね、自分の世界ができると思うんだよね、うん、自分の居場所自分が中心となる自分の居場所ができると思うんだよね、うんうん、まあいいことで、ね、自分が中心となる居場所がね、うん、だから就職してからもそうだったんだけど、うん、就職しても職場でなんか疎外感を感じるなんか面白くない、うん、でまあ遊ぶわけだよね、仕事終わってからとか土日に遊ぶけど、うん、それでもなんかもうこれ最高に面白いよねっていうものがなくて、うん、その時は友達がいないわけじゃないけどなんか生活が物足りないみたいな、うん、そういう時に自分で企画してなんかこういうのがあったらいいんじゃないっていうパーティーをやってみたりとか、うん、そのうち仕事を辞めてこういうお店がこの町にあったら面白いよねっていうのをやってみたのね、うん、そしたら面白い人がたくさん集まってきて、うん、でお店に関して言うとなんか地方都市に住んでたから東京と違って何でもあるような刺激がたくさんあるような感じじゃないんだよね、うん、わかる、うん、そうするとなんか退屈だなこの町はみたいなところでじゃあこういうのやっちゃえばいいんだって言って最初はパーティーとかやってたけどそのうちお店を作った時にどんなことが起こったかっていうと、うん、この町にこんなに面白い人たちがたくさんいたんだっていう人たちが押し寄せてきたわけお店に、うん、だ変わったことやったからさ、うん、アンテナ引っかかった人がさたくさん来て、うんうん、あこの町こんな変な人面白い人たくさんいたんだっていう、うん、大集合しちゃったみたいな、うんうん、だからそういうことができると思うんだよね、うんうん、何か面白くない居場所がない疎外感を感じる自分と人は違うと思うっていう人はそういうのを自分でやってみたらもうみんなも喜ぶし自分自身も喜べるし、うん、満足感があるしね、うんうん、まあ音楽とかもそうだと思うんだよね、うん、例えばまあ音楽をやってる人いろんな人いると思うけど、うん、いろんな音楽が好きで自分もそういうことやろうって言ってる人もいると思うし、うん、なんかもっと面白い音楽ないのか自分だったらこうするっていうのはね、うん、あってやってる人もいると思うんだよね、うん、そうすると今までの感覚とちょっと違う自分なりの音楽をクリエイトした時に、うん、またたくさんの人が喜んでくれて自分も喜ぶわけだよね、うん、自分が必要としてた世の中にまだないって思うようなものを作れたっていうことでね、うん、うん、ね、うん、はい、ね、うん、なんか本当になんかあれだね、自分をこう表現していくっていうかね、うん、本当に自分と仲良くしていくっていう感じだよね。自分、そうだよね、ね、自分と仲良くしていって、うん、自分のなんかなんかこういうのが好きっていう気持ちをこう、うん、育んだりそれをやっていったりとか、うん、なんかね創造性を発揮していくみたいな、うん、そういうのも。だから自分がなんか居場所がなくておかしいんだじゃなくて自分はこのままで OK でそれを表現していくってことだよね、うん、で昨日のズームでもそんな話出たんだけど
そういう人って非難されることがあるって、うん、まあ特に日本とかね、そんな感じあると思うんだけど、島国だから、あのなんか違うんじゃないとか、うん、変じゃないとか、変わってるとか、あ、言う人いるよね、変わってるとか言う人いるよね、島だからこそ、そうそうそう、なんかみんなどこに行ってもみんな知ってる人みたいな、うん、そういうなんか密なコミュニティっていうかね、みんな同じがいいみたいな、うんうん、だからあの今から思えば変わってるってもし言われたら、うん、本当は褒め言葉のはずなのに、うん、そうなんか指さされるようなね、うん、あなた変じゃないみたいな ね、 ね、逆なんだよね本当はね、うん、もう開き直って自分自身を大切にしてね、自分の感覚とか感性とかね、うんうん、それで本当はあのこれ大切なところなんだけど、うん、本当はなんか大抵の人変だよね、あの、うん、みんな世の中で本当変よ、変だよね、変だよね、うん、ね、特に変な人ここにいるけどあの例えば職場とか学校とかでみんな普通を装ってるけど、よく話してみたらみんな変だよね、いや本当変よ、一人一人見てさ、ね、変だよね、みんな違うしみんな変だよ、変だよね、本当変、それをあの変じゃいけないとか、みんな同じだとか普通がいいんだっていう価値観があるから、うん、その人は自分も普通であろうとするし、うん、変なとこ隠したりして、で普通にしよう普通にしようって頑張ってるのに、そうしてない自由な人がいると、なんでみんな普通に頑張って普通にしてるのに、あんたそんな変なこと言っちゃったりやっちゃったりダダ漏れになっちゃってんのって言って非難してくるんだよね、うん、本当は変なのにさ、うん、結構変だよね、いや本当にみんな変よなって変だよね、と思う、なんか思、ね、うん、会社勤めてた時もみんな、うん、なんか一人一人見てるとさ、うん、と思うし、変だよね、超個性的だよ、個性的とか独特でさ、うん、もう結構やりたい放題やってるんだよね、あだけどなんかその人 の意識の上では、うん、意識っていうかさ、なんかこう縛りがやっぱりあってさ、会社っていう縛りだったり、うん、そういう常識とかね、そういうのもあるんだけど、なんかね変だよみんな、変だよね、うん、でもやっぱり中には割と普通な人もいるん、うん、ね、へー、あの振り切ったところがあんまないような人もいるん、うん、やっぱりね、でそれがいいってみんな思ってる節があるけど、うん、本当にそういう人に会った時にやっぱりつくづく思うのは、うん、つまんない、振り切った人、じゃあ違う違う、普通の人、普通の人が、うん、あんまり個性がないような人、うん、あの別に普通を装ってるんじゃなくて、私このまんまで普通なんですっていう人がいるけど、面白くないね話してもね、うんうん、だから個性的、変わってる、変、そういうのは面白いよね、うん、そう思わない？いや面白いよ、面白いよね、やっぱそういう人たちってさ、うん、自分そういういろんな自分をこう認めてたりさ、うん、OK 出してたり、なんか大事に自分の感覚とかそういう感性とかさ、うん、こういうのが好きとか、これは嫌だなとか、そういうのも気持ちとかもさ大切にしてるから、うん、なんか際立ってる感じがしてさ、うん、なんか楽しいよね、楽しいっていうか面白い、本当に面白いよね、うんうん、この人面白いな、この人変わってるなと思うと話聞きたいくなるよね、うんうん、私普通なんですって言って、特に趣味もないし、特に変わったところもないし、つまんないよね、そんな人ね、うん、うん、ね、でもなんか、本当は変なのに周りから見たらどう見ても、うん、いや、超個性的で変だよっていう人でも、うん、いや、私そんな個性もなくて普通でとかって思ってる人もいるよねいるかもしれないね自分で、ね、自分だけ気づいてない人そうそう言いそうだよね、うん、だからあの友達がいないとか、人が離れていく、友達が離れていくっていうのは、うん、もう全然悪いことじゃなくて、うんうん、もうもともとね、あの
相性の悪い人たちだったから、そういう人とね無理して付き合ってもしょうがないから、向こうで、うん、向こうが勝手に離れていくっていうのは全然 OK で、もしそういう人たちに好かれちゃって慕ってきて、ね、明日来週に、ね、遊ぼうとか今日も終わってから、ね、遊びに行こうとか、もうどんどん寄ってきちゃったら大変だよね、うん、だって会わないんだもん、うん、ね、うん、でもそういうのがそういうことに気づかないで、なんかこう誘われるがままにつるんでるとか遊んでるとか、そういう人もいるかもね、うん、ね、大人でも子供でもね、うん、うん、まあ、それは本当は楽しいことじゃないけどね、うんうん、私もね、あ、思い出すのがあったな、なんか、うん、なんか無理してさ、うん、あの本当はもう嫌なのに、うん、そこに属す、属っていうかさ、その集まりに行くのも嫌なんだけど、うん、なんか行ったりもしてたな、うん、なんか、うん、だからもうね、そういうグループとかコミュニティにとどまろうとするよりも、うん、むしろね、自分が会う人たちとか会う場所を探してほしいよね、うん、まあ小学生、中学生、高校生の頃はそういうことをね、そういうわけにはいかないかもしれないけど、例えば大人になってこの会社なんか合わないなと思ったらやっぱ転職すべきだと思うし、うん、この街合わないなと思ったら会うところに引っ越すべきだし、うん、まあ今コロナだけどそのうち落ち着くだろうから、なんかそもそも日本つまんないよとか日本合わないよと思ったら外国行くべきだよね、うん、ね、それで行ってもうずっと住むこともできるかもしれないし、別にすぐ戻ってきたっていいしさ、うん、ね、そういう自分の居場所をね見つけたり表現したりすることで自分のね居場所を作り出したり、そういうふうにしたらいいよね、うん、うん、だから、うん、例えば3年とか5年とか友達いなかったら寂しいかもしれないけど、一生続くわけじゃないからね、うん、うん、はい、ということでちょっとこれ締めようかなと思ったけど、なんか話しそうになってる今、うん、なってない、うん、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、友達いなくてもいいじゃないか友達ね、自分を大切に、うん、大切にしてたらさ、うん、あの、うん、あのまたできてくるよ、うん、そうだね、うん、そうだね、自分をこうオープンにしてたら、うん、ちゃんと会う人に見つけてもらえて、うんうん、ね、友達できるね。そう、オープンにするっていうのは大事だ、うん、ね、結構あの友達が欲しかったらね、うんうん、ね、もう手振ってから長いんですけど、そうだねはい、それでは、はい。